今回アングルジャッジを担当する谷口信輝です。いつもはね、コメンテーターというか解説みたいなのをしてるんですけども、今回は急遽、コロナの影響でね、本来はアメリカからフォーミュラ D の審査員が来てやるところなんですけども、代わりがちょっといないということで僕がすることになりました。ということでちょっと不慣れですけども、アングルをねしっかり見て、採点させてもらいたいと思います。で、今回の、スゴーラウンド、コロナの影響でいろいろイベントが、始まらず、今年の一発目ということでいろいろ変わったところがありまして、まずはね、去年のチャンピオン、アンディが車が JZX100 からレクサスの RC に、車が変わってですね、そのシェイクダウンじゃないな、一発目の大会ということで、アンディの走りもかなり注目ということと、結構見たかったマッドマイク、そのマッドマイクがですね、コロナの影響で今回来れないと。他にもニアンとかジェームスタンとかいろんな海外選手がね今回来れなかったのが非常に残念ですね。そして楽しみなのは、クスコレーシングがですね、新しく新型スープラを、用いてですね、草場雄介をドライバーに今回参戦するということで、そちらも非常に楽しみです。